皆さんこんにちは。自動車好きの YouTuber のダイスマンです。近年では環境意識の高まりによりエコカーが普及しつつありますが、トヨタが提供しているプリウスはその先駆けとなった存在です。そこで今回は歴代プリウスについて解説していこうと思います。本チャンネルでは自動車の解説系動画を投稿するので、気になる方はチャンネル登録よろしくお願いします。まずはじめにプロトタイプから解説します。1995年11月、東京モーターショーにて参考車として展示され、コンセプトは人と地球にとって快適であること、低燃費走行を目的としたシステムが搭載されました。世界初のパワートレインシステムであったトヨタ EMS はエンジン、駆動系の効率を大幅に向上させ、環境に配慮した機能として、電動パワーステアリングや低転がり抵抗タイヤ、空力ボディがありました。そして1997年、初代プリウスが登場しました。キャッチコピーは21世紀に間に合いました。世界初となる量産ハイブリッド自動車として誕生、チーフエンジニアを務めたのはなんと、後にトヨタ自動車の会長となる内山田武史であり、彼は名古屋大学出身の優秀なエンジニアでした。デザインはトヨタにおいてデザインの拠点となるキャルティが担当、未来からやってきた車をイメージし、外観は当時では珍しいフロントグリルとボンネットをシームレスに繋いだデザインを採用しました。足回りでは専用の超軽量単造アルミホイールを装着、その上に抵抗低減の樹脂製のホイールカバーを装着され、この珍しい手法は2代目や3代目、4代目にも引き続いて採用されました。従来の内燃機関と同じくらいの走行性を持ち、その上に倍の低燃費差と CO2 の排出を低減を再現し、環境意識の強い海外市場では話題のきっかけとなり、トヨタのエコカーとして名を広めました。当時のトヨタはエコプロジェクトを展開しており、その代表作としてプリウスが生み出されました。ちなみにプリウスとはラテン語で先立つという意味であり、まさに当時では未来の車だったのです。プリウスが革新的だったのは、先述したようにハイブリッドの駆動システムのみならず、他の観点からも低燃費をこだわっており、コンピューター解析により空気の流れを良くするボディに試乗用車にしてはハイクラスの空力性でした。また高張力鋼板の採用で軽量かつ光合成のボディとなり、空調系に関しては内外気二層式により、換気による負荷を低減、さらに UV カットガラスや断熱性構造によって保温性を維持しやすくしています。エクステリアは実用性と同時に未来的なデザインを目指しており、テーマは新しい立体感の創造、21世紀につながるフォルムをした外観であり、特徴的な見た目をしているのがプリウスのアイデンティティの一つでしょう。車の顔といえるフロントはそれほど長くないフードに縦基調で透明性のあるコンビネーションランプと少々の大きさのフロントグリルを合体させた印象的な見た目です。サイドはモノフォルムシルエットをテーマにし、空力を意識しているのに内装は十分な空間が確保され、リアはコンビネーションランプやプロテクターをサイド面にすることでワイドさを感じさせます。内装に関してはセンターメーターが採用されましたが、当時では革新的なデザインで話題を呼び、マルチインフォメーションディスプレイの設置も今後のインテリアデザインに大きな影響を与えました。センターディスプレイは 5.8 インチのワイド型でオーディオ、エネルギーフロー、車体情報などが表示され、操縦性では運転のしやすさを考慮したためコラム式のシフトレバーの採用のほか、チルトレバーも着座姿勢を変えることなく調節が可能なように設定されました。二酸化炭素の削減、資源の使用低減など地球の環境保全を考慮しつつ、車の楽しさを追求する、ハーモニアスビークルを目的し開発されたのがプリウスであり、理想のハイブリッドカーをうまく実現しました。続いて2003年から登場したのが2代目プリウスです。先代の4ドアセダンからワンモーションスタイルの5ドアファストバックへとボディ形状が大きく変更され、日本国外での市場を考慮してやや大型化しました。初代と比較してホイールベースは 150mm、全長は 135mm、室内空間は 65mm 大きくなっています。2代目からトヨタのハイブリッド乗用車にてハイブリッドシナジードライブブランド展開を開始し、東大が初の車種となり、社名エンブレムの下にそのエンブレムが装着されました。搭載されているユニットは THS2 で、エンジンは先代と同様の 1MZFXE 型を搭載するが、最高回転数を 5000rpm まで増加。新型モーター 3CM の出力を従来型の 33kW から 50kW と向上させるなどパワーアップしました。
しかし燃費はリッター 35.5 と向上し、4人乗り以上の市販ハイブリッド車としては世界最高の省燃費を達成しました。注目すべき機能としてはモーターのみの走行が選択可能な EV モード、駐車の際にハンドル操作を自動化する、インテリジェントパーキングアシスト、横滑り防止機構と電動パワーステアリングを統合制御する SVSC。アイドリングストップ中もバッテリーを電源として動作可能な電動インバーターエアコンの搭載があります。スタイリングに関してはトライアングルシルエットと呼ばれる三角形のお結び形が特徴的で、後の3代目ヤークアにも継承され2003年にはグッドデザイン賞を獲得しました。これはキャビンを中心に三角形を彷彿とさせるデザインコンセプトで居住性と空力の両方を実現し、未来的な見た目であり、今後のプリウスのアイデンティティとなるシルエットにもなりました。内装に関しては先代のデザイン性を尊重した見た目であり、中央のモニターや液晶パネルは引き継がれています。次は3代目の解説です。2009年の北米オートショーにて公開、その後日本でも販売が開始され、またプリウスをベースとしたプラグインハイブリッドカーのリースが開始され、2012年1月には市販も開始されました。2011年12月にはマイナーチェンジが行われ、内外装デザインの変更などが行われており、それに合わせ派生車種のプリウスアルファとアクアが販売され、本格的なハイブリッドカー戦略が進みました。3代目モデルのハイブリッドシステムには全体の9割以上を新開発したリダクション機構付き THS2 が採用され、エンジンは新世代の ZRK 1.8 リットルのみ ZRFXE 型に変更され、モーターも 3JM 型に変更されました。このシステムによりトップクラスの省燃費であるリッター38と 2.4 リットルガソリンエンジンのパワーを実現しました。デザインでは2代目から採用され、ハイブリッドカーならではのスタイルとして確立したトライアングルシルエットを引き続き採用し、プラットフォームも新たなものを使用しました。ボディデザインは空気抵抗の低減策として、アンダーフロアカバーの配置見直しや、ボディのコーナー部分の鋭角化による無駄な空気の流れをコントロールする工夫などがなされました。デザインテーマは独自のプリウスらしさの伝承と進化で、よりたくさんのユーザーに使ってもらえるように意識されました。インテリアではシャシーを共有するオーリスのようなバットレスタイプのセンターコンソールを設けたことで、左右のウォークスルーが不可能になったものの、シフトレバーはセンターコンソールに移設され、操作性が向上しました。次は4代目プリウスです。2015年から販売され、見た目に関しては大きく変化しているように見えません。しかしトライアングルシルエットは引き継ぎながらも、重心を落としスポーティーさのあるデザインになりました。燃費は驚異のリッター40キロで、目標にしたのは人の感覚に訴えかける車という考え方で、エクステリアは TNGA により低重心を図り、トライアングルシルエットにより空力性はトップクラスを実現しました。この TNGA とはトヨタニューグローバルアーキテクチャーと呼ばれる新プラットフォームで、トヨタ自動車とダイハツ工業が開発した商品力の向上と原価低減を同時に達成するための車両作りのシステムです。4代目プリウスはのプラットフォームを採用した第1号車であり、乗り心地や走行性能に関して大きく改良されました。バッテリーに関しては従来でニッケル水素電池のみだったものを4代目では、新型では S を除く全グレードにリチウムイオン電池が採用され、4WD の設定も追加されました。内装は従来のプリウスで意識されてきた直感的な手元の操作や遠方表示などをさらに追求し、過去作のデザイン性を残しつつも先進的な見た目に変わったと思います。座席はクッション素材や厚みが調節され、長時間のドライブでも疲労しづらくなっており、風量や温度設定が上下設定で行えるようになって、配色のわかりやすい操作ボタンなど、より多くの人々に使用してもらうように視線移動が少なく負担のかからない運転性が意識されています。そして最後に解説するのが5代目プリウスです。2023年に発売され、メディアでも大きく取り上げられました。見た目は先代につながるデザインですが、ライン型となったヘッドランプが特徴的で、今までのシルエットを残しつつも近代的な見た目に大きく変化しています。燃費はグレードによって異なりますが、一番燃費の良いものでリッター37を実現しており、初代からの期待に応えられるように常に最先端の道を進み続けています。内装に関しては先代と似たような見た目で運転性の向上が見られ、近年公開された新型クラウンのような質感の良さがあります。5代目となる新型プリウスについては今後の動画で取り上げる予定なので、簡単になりますが、本動画にての説明は以上にしたいと思います。さて、今回の動画はいかがでしたか？
もしこの動画が面白いと思ったら励みになるので、高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。